黒猫アマズライトチョッピーせーの黒猫チャンネル、イエーイ、やばい、激しい、うわ、むちゃくちゃ落としてる、わかりますこれ、うわすごい、はい、どうもこんにちは、黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。今日はやばいっすよ。今日は、今日の動画はやばい。何かというと、非常にね、でっかいカブトムシの交尾をさせます。いや、交尾って言ったらちょっとあれなんで、子作り、いやペアリングですね、うん、恋愛にしようか。でっかいカブトムシのね、恋愛事情なんかを覗いてみたいなと思います。じゃあ早速登場してもらいましょう。まずオスはこの子でございます。出ましたね、怒ってる。ご存知、サタン、オオカブトでございます。サタンくんなんですけど、孵化したのが今年の5月22日。そして、交食が始まったのはね、今年の8月中旬です。まあなんでね、交食1ヶ月、もうバクバク食ってるんで、そろそろ頃合いかなというところでね、うん、ペアリングの方をね、していきたいなと思ってるんですよ。お、おとなしくなったな。はい。見てください、このツヤツヤボディ。やばいっすね。この毛が特にね、間違えて挟まれたら大変ですからね。うん。全力でやってくるからな。お、ビクってした。おいおい、おいおい、おいおい。はい、この子はね、ペアリングの方していきたいと思います。じゃあ次、メスの登場ですね。では、登場してもらいましょう。メスのサタンちゃん、登場です。出ましたね。あ、こっちも怒ってる。はい、サタコちゃんなんですけど、後ろ足のね、ちょっと様子がおかしい。どうやら麻痺してるっぽい。うん。まあなんでね、この子は7月17日に交食開始しております。なので、もうね、そろそろ頃合いかなというね、こっちの方がね、ちょっと、バクバク食ってますんで、うん、頑張ってもらいたいなと思っております。いや、この二人のペアリングですからね、すっごい激しい恋愛模様が見れるんじゃないかなと、期待しておりますが、ね。いやー、楽しみですね。ではまあ早速、出会っていただきましょうか。ね。さあ、では、やっていきましょう。お前たち、ついに、夫婦になる日が来ました。はい。メス、足、大丈夫？メス、なんで足上げてんの？よし。じゃあ行きまーす。佐藤くん。行っちゃいます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 。なんちゅう状態。両足を上げてますね。見慣れない状態。お！お？やばい、激しい。うわ、むちゃくちゃ落としてる。わかりますこれ。うわ、すごい。サタン、やばい。やっべえ、オスやっべえ、荒々しいな、すごいんだけど、マジですごいんだけど、いや、ちょっとこれメスも心配するぐらい荒いな。大丈夫お前、激しすぎね。ちょっと、あ、パキパキ言ってんだけど、大丈夫かいな、大丈夫かいな、お前。
うわ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 。いや、バキバキ言ってますけど。いやー、荒いなー。もうちょっと優しくした方がいいんじゃねえかな。気持ちはわかるんだけどね。激しすぎるだろ、お前。かわいい顔してんのにね、恐ろしいですね。うわ、音やばい。バキバキ言いすぎだろ、お前。ああ、ちょっと、倒れた。倒れた。なんちゅう。はい。いや、倒れてる。倒れた。ちょっとなんだこれ。倒れてるけど。いや、それ大丈夫だな、それ。ちょっと。やばいじゃね、それ。なんか初めて見たんですけど、横交尾スタイル。なんちゅうか。それでいいの、それで。これはですね、強引にも程がありますよね。激しいわ。まあ、とりあえず、合体してるみたいです。ちょっと直せないの、これ。いや、想定外すぎるだろ、お前。マジで。なんとか、普通スタイルに。メス頑張ってくれ。あ、メスの足をね。お前、足を。ちょっと離せ。ちょっとメスの足を。この足が取れたら。よし。よし、いた。あ、重たいんだな、体が。よし。まあ、なんか普通の姿勢になりました。ふぅ、びっくりした。マジですか、サタンくん。はい、がっちりいってるみたいですね。うん。普通の姿勢に一応なりました。いや、もうびっくりするから、本当に。ねえ。初めてのタイでしたよ。あんなことがあるんですね。よし、じゃあこのままね、ちょっと様子をね、見ていきましょう。始まってからね、15分が経過しております。一応早送りでね、動画流してたと思うんですけど、なんか変化あったかな？うん。まあ、横スタイルにはちょっとびっくりしたんですけどね。今はね、普通に交尾してるみたいですね。よし、ちょっと長そうだな。もうちょっと時間を置いてから。あ、ごめんね、ゆっくり動かすから。もうちょっと時間を置いてからね。うん。見に来ようかなと思います。はーい。時間にして約40分。終わったみたいですね。
なんか紐みたいなのがね、メスの体の中から出てきているみたいなんですが、これはあれかな、カブトムシが交尾終わった時に出てくるあの紐かな。えらい長い。ここまでなってるのは初めて見ます。大丈夫ですかね。ああ、まあ、どうしようもないんでね、とりあえずこれはね、そっと捨て置くしかないのかな。はい、そういう感じですね。はい、佐藤くん解消しました。佐藤子ちゃん、デビルちゃんかな。うん、こんな感じですが、まあ大丈夫かな、多分ね。はい、頑張ってくれました。お疲れ様でした。ここで引くわけには。はい、ということで二人には、ね、今ゼリー与えてます。めちゃくちゃ食ってる二人とも、すげえ。はい、こんな感じでサタンのペアリング、だいたい40分ぐらいで終わりました。多分いけてると思いますね。では今日はこれでお別れです。またよかったらコメントでね、感想など聞かせてください。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。